システム起動します。おはようございます。朝ごはんでございます。本日は2020年9月の6日の朝でございます。朝ね、なるべく今なぜかブームなんですよ。辛いね、辛いラーメン本当にいい、毎朝食べるということで、今朝6時50分ですね。何だこれ、ちょっと遅いんですけど、もうお湯入ってます。6時50分、辛いラーメンを食べます。イエーオールフリー、今日は休みでございます。乾杯。ラーメン3分経ったはずだから行きましょう。新ラーメンよ、新のラーメンですね。はい、はい、辛ラーメンでは食べてあります。朝はね、辛いラーメンです。うん、うまい。辛ラーメンもね、まあ、これは日本人向けのやつだと思うんですけど、まあ、これ韓国じゃないですか。韓国の辛ラーメンはもっと辛いらしいですね。辛さが強いとかね、言ってましたよ、ネットで。ダメだこれ。うん、うまい。まあ、今、9月の6日ですけど、もう今日あたり九州の方は台風が来るんじゃないですか、10号。もう影響出てると思うんですけど、大丈夫ですかね、九州の方はね。なんか風速がすごい、何十メートル、70メートルとか、なんか80メートルとか、そういうすごい風が予測されてましたね。十分ね、九州の方は気をつけていただかないといけませんね。今はね、まだ夏の高気圧があるから、なんだ、九州の方に台風が行ってますけど、これが少し涼しくなってくれば、ね、僕が住んでる静岡の方もどんどん来るでしょうしね。台風は嫌ですね。特にね、僕の仕事がね、まあ、台風とか来るとすごい影響を受ける仕事になる。台風、大雨は
大っ嫌いです。JR 九州かな、あっちの方の九州の方の、 あの JR が計画運休をするというニュースをね、さっき見ました。まあ、計画運休っていうのは、こう台風とかね、大きな災害がこう予想されるときに、あらかじめこう運休をね、することを決めておくと。まあ、例えばこの時間からはもう運転しませんみたいな感じなんですけど、それをね、まあやりますよっていうニュースでしたね。非常に素晴らしい判断だと思います。でもね、それでもね、多分駅に行くとね、こう電車止まってるじゃないですか。駅員さんにね、なんで電車止まってんだっていう人絶対いるんですよ。ダメだこれ。絶対にいる。電車動かせっつってね、もう大変な世の中でさ。最近のこう大雨ってすごいじゃないですか。突然、さっきまで晴れたのに突然なんかバカバカと雨が降るみたいな、ありません？スコールみたいなね、そういう風ななんか感じになってきましたね、日本がね。まあ、その気候の変化だとか温暖化だとかそういうのは分かんないですけど、まあ、そういう風に。まあ、日本が変わってきてるのかなっていうのは強く感じますね。あとね、春とね、秋がなくないですか最近。春の、なんだろう、暖かくなってくる時期と、まあ、秋の夏の暑さが和らいで冬に向かう途中のこう、まあ、春と、ね、秋のこの一番いい時期があるじゃないですか。ここがね、最近僕の感覚から言うとね、ないんですよ。まあ、ないわけじゃないんだけど、すごい短いっていうか、なんかもう突然寒くなって突然暑くなるみたいな、そんな風に感じますね。多分ね、この夏もね、こう今暑いですけど、気づくとね、突然もう寒くなってると思うんでね。今もう9月だからね、来月は10月ですよ。
10月、11月、12月だもんね、もうすぐに。よし、ごちそうさまでした。ああ、まあ、あの辛ラーメンですよね、辛ラーメン。おお、りゃ、はい。あ、鮮やか。超鮮やかだね。はい、辛ラーメン。お、朝から食べるだけの雑談の動画でございました。じゃあ、またね。